メロン F さんからいただきました。喋るのが苦手なため、自分の気持ちが相手に伝わらないって悔しいですよね。それが好きな人ならなおさら。26歳にもなって好きな女の子に言葉一つ伝えられない、こんなダメダメな私にご教授をお願いします。なんかこの手のお便りいっぱい来るんだけどさ。なんでしょう。はい。やっぱね、努力が足りないんだよ。おーさあ少年漫画。そうそう。努力努力だ。友情勝利友情勝利勝利を掴むためにはね、人間努力しなきゃいけない。その流れです。努力もなくて努力して友情を育む、どうしたらいいんですか、何したらいいんですかって言う前に何かしろっていうね。あ、なるほどね。そうですね。そうだってさ、26年も生きてて好きな女の子もできてるんだとしたらさ、一つ伝えられなくて、はい、ダメダメだって言って、俺今日もダメだったって言って喋ってるような人じゃ誰もね惹かれないよ。おお。なんかこう言うとさ、大好きってどんどん落ち込んでるのかな。いや割と自分たちに言われてる感じがするんですよ。そうなんだね。そうなのか。割とね、刺さりがち。刺さりがちなんですよね。割とね、そう言われれば確かに自分もそうだったかなって思っちゃうんですよ。身につまされるのね。そうなんですよ。まあまあ言われれば確かにそうだなって思うんです。そういうことだね。努力だよ。言えないなら言えないなりに緊張するんだよ。するんだよ。緊張するんだよ。するんだけど、別に口がないわけじゃないんだから、話に行ったらええがなって思うんですよ。話せないにしても向こう側を逆にもう好きにさせるぐらいの勢いの努力が必要ってことですよね。好きにさせるってどういうこと？あれ今孤立したぞ。あれまた孤立したぞ。また引かれた。この間も引かれる発言を何個かしたけど、今日もまた引かれた。おかしいな。違うんです。だから俺は好きになってみろと。そうです。だから相手を好きなわけでしょ。そうそう、自分を磨いて逆にもう好きになってもらうぐらいの勢いの努力が必要だよねっていうことを僕は言いたかったんですけど、そうだね、それをちゃんと言葉にできなかった。今まさにこのメールの通りですよ。でも努力したから。ボサボサ努力した。こういうことだ。こういうことだよ。褒めてもらえた。褒めてもらえた。藤田崎さんに褒めてもらえた。こうやって人間大きくなってくるね。すごいなぁ。人の成長を目の前で見たよ。あざまーす。おーい。よし、この女子